入社半年です。大きいトラックに乗りたくて支援もしっかりしているということで入社しました。職場内での雰囲気は明るいですし、都市の近い人たちもすごく多かったので、親しみやすいお兄さんみたいな方が多いです。風神に来てからホワイトボードを使って説明していただいたりとか、自動洗車機が24時間使えるので非常に体は楽になりました。ちょうど今リフト免許を取得させていただいている途中で、その後はトレーラーの免許の支援もさせていただきます。やったらやった分だけやっぱ認めてもらえるっていうのはすごく自分でも感じてるので、自分でモチベーションを上げれます。もう働きやすいのはすごく働きやすいです。非常にいい会社で設備も整ってます。皆さんお待ちしてますのでよろしくお願いします。運行管理やっております、上野と申します。ゲーム機であったりとか、温度管理をしなくてもいいような食品ですね、自動車部品も当然運びますし、多種多様なものを、運ばせていただく形になります。ドライバーさんの負担にならないように、特に長距離ですとやっぱり時間が長くて夜走ってもらったりとかすることがありますので、持って帰ってきていただいた荷物を別のドライバーで配達したりとか、休息を多めに取っていただけるような対策っていうのを取っております。だいたい未経験の方、どうしても大型トラックになりますと危険もかなり大きいという部分もありますので、まず4トン車とか基礎をしっかりと最終スキルがアップしてから大型に乗っていただくという、段階で、教育の方しております。これからますます発展していく希望を持った会社ですので、ぜひとも小藤物流の方を受けていただきますようによろしくお願いいたします。ドライバー求人サイトの